マグマは、フランス出身のプログレッシブロックバンド、クリスチャン・バンデが主催し、長い活動実績を誇る同国の代表的グループ、コバイア語という架空言語を駆使して、スペースオペラ的な長編物語を構築、強力なリズム体と、呪術的な混声合唱を展開し、独自のスタイルを築き上げた。フランスシルティカイム公演1967年、ジャズサックス奏者、 ジョン・コルトレームの大ファンだったクリスチャン・バンデは彼の死にショックを受けイタリア放浪を始める。放浪生活中、刑事を受けフランスに帰郷。1969年にマグマを結成する。結成時からのメンバーはクリスチャン・バンデのみだがマグマにはフランスのジャズロック、プログレッシブロックシーンの中心的な人物が多数関わっている。中には ラツワンのジャズバイオリニストであるディディエ・エロックウッドなどの名前もあり、フレンチジャズロックシーンにおいては伝説的存在である。いわゆるジャズロックの枠内にとどまらない音楽性を創出し、オペラ、古典派のクラシック、ミニュマル音楽などの要素を導入したズールなるジャンルの創始者として知られる。音楽性の微細な変化は幾度か経ているが、惑星、 コバヤを舞台とした神秘主義的なストーリーをエピカルに描くスタイル、特徴的なボーカリゼーション、ギター・キーボードより前面に出るリズムセクション、必要な反復とビートの変化を繰り返しながらも、強烈的なアンサンブルは概ね不変である。ファーストアルバム、コバヤ・マグマ誕生、セカンドアルバム、に接し接し戦一度では、宇宙から来たコバヤ成人の言語であるコバヤ語を構築し、 変描詞を使用した、保ンセクション中心のジャズロックを展開していた。サードアルバム、呪われし、地球人たちへでは、7人の混成合唱体を導入し、短い主題の反復発展を繰り返すコーラスとベース、ドラムが絡み合う39分に及ぶ大作を作り上げている。それ以後の活動の中で、音楽シーンから複雑な長尺の楽曲が減っていくに従って、 バンでの関心によってファンクソウル色が強まり彼自身の歌に重きが置かれアルバムメルシーではコバイア語を使わないというアプローチに至りその直後に解散している1980年代後半にはクリスチャンバンではソロプロジェクトオファリングにてヨーロッパ各地を公演している先日のメルシーで見せたアプローチをより推し進めた音楽性で マグマの呪術性や重苦しさとは対照的に明朗なボーカルとファンクソウルを盛り込んだコンテンポラリーなジャズロックを試行。4枚のスタジオアルバムと1枚のライブ版を発表している。1996年からマグマとしての活動を再開し、精力的にライブを行い、2004年には1973年頃に数回ライブで演奏されただけの幻の曲。 君特集アンテリア2005年の単独来日公演を経て2009年にはコンタルコス三部作の未発表楽章メートル HNTHTT 例を新アルバムとして発表した2010年フジロックフェスティバルへの出演2015年にも再来日し単独公演日本では吉田達也が大きな影響を受けており極端に多様される変拍子や 独特の言語による歌唱を自身の音楽で再現している。1992年に作られたマグマとその周辺ミュージシャンのアーカイブ音源をリリースするレーベル。ありがとうございます。